次で最後の曲です。私たち2018年度の桜学院は本当に泣いたし笑ったし悔しかったし嬉しかったし本当にいろんなことがありました。でもこうしてここで12人でこのステージに立てているのは私たちのために最高のステージを作ってくださるスタッフさん、いつも温かく優しく見守ってくれる父兄さん、そして何より一緒に高め合ってきた仲間たちのおかげです。最後の曲では私たちに関わってきてくださった全ての方々、そしてメンバーのことを思って歌います。それでは聴いてください。キャリーオン。